おはようございます。やんちゃです。2023年2月15日水曜日の朝です。よいしょ。タイマー15分。うー、早いあれ、ちょっと待って、マジか。まあいいや。ん、なんだ、まあいいかよくないか、いや、いいか。ブランク、はい、まず腕立て、よいしょ、タイマー2分15秒。2分15秒のタイマーを作成しました。カウントダウン。今気温2度だよ。寒すぎる。今日の天気ですが、最高8度、最低1度。まだあれなんですね。最低1度で2度なんですね、今ね。はあ。なんかこんだけ明るければもう4度とか5度とかあってもいい気がするんですけど、まあ別に2度か5度だったところで寒いは寒いか。さて、朝刊見ますか。植田日銀総裁、10年緩和の出口担う。はあ緩和がなくなったらどうなっちゃうのか、嫌な予感がしますね。あとは、私は技術屋、謙虚に賢く、豊田章一郎氏。なるほど、豊田の名誉会長がついに亡くなってしまったと。はい、結構ご高齢だった気がするんで。大往生、97歳。なるほど、お疲れ様でした。うぐ、きつい。わしも技術屋として謙虚に賢くいけますかね。ダメそう自信がねえな。ぐお、きつくなってきた。あと25秒。世界企業3四半期連続減益、テック失速、嫌なニュース。ぐおー、暗いニュース多いな。あとなんかな、マジで暗いニュースばっかりだな。ぐおっ、はあ、はい、よし。タイマー2分。よいしょ。はあ。今日は風が強いですね。はあ、寒い。なんか本当、うわ、やばい。風もしかめは結構きついです。はい。ダメか。まあ、風だけならまだしも、やっぱり喋りながらやるのは大変ですね。日曜日に、なんだろう、東京ゲートブリッジ渡った時めちゃくちゃ暖かかったのに、うわやばい、もう3回も失敗した。めちゃくちゃ暖かかったのにな。今何度、2度とかあのと、うわやばいやばいやばい4回すげえ失敗する。東京ゲートブリッジの時公開
東京ゲートブリッジの時が17度だっけ、確か17度から2度に落とされるっていうのはちょっとさすがに意地が悪すぎるっていうかじゃあいくらなんでも試しすぎだと思う、なんかその人体の適応力を、はあ、ちょっとやめてほしいですね。なんかいつもこのぐらいの季節になると三寒四温ですねみたいなことを言うんだけど、三寒四温って本当にこのぐらいの季節に使う言葉なんだっけっていうのが自信なくなってきますね。そろそろじゃないの、時間なんか安定してきた。ドゥッ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 、まだかな、あ、終わったわ5回の失敗でしたけど、最後の方、最後の1分ぐらいは大丈夫だったんじゃない。はい、はあ、あと何、フリケンと村一周の練習かな。はい、この風の中やるフリケンは結構難しいですよ。ほっいや今のは風のせいじゃねえな。ほっ、よし、はっ、ダメか、2分の1、ほっ、3分の1、4分の2、ふう、よっ、あー惜しい、5分の2、ほっ、6分の3、よし、やった、6分の3ね、よっ、7分の4、よしよっしゃ、よっ、あー惜しい、8分の4、ほっ、あー惜しい9分の4、はっ、10分の5、はい、いいですね。なんか地球回しも なんだ2回ぐらい成功してる、はあ、いいんじゃないでしょうか。よっと、でこれが村一周、村一周な、ほっ、よっ、あやっぱり最初に皿に乗せた時の、うん、皿に乗せた時の穴の方向で成功率が変わる。ほっ、よいしょ、ほっ、よしよしよし、ちょっと丁寧にやればいけるな。はっ、あなんか見切り発車でやってしまうのはダメですね。よっ、あー、ダメか、ちょっと慣れが必要。わー、やばい、風がめっちゃ吹いてきた。よっと、はっ、あちょ、今のは風のせいにしてもいいのでは。よいしょ、ほ、よしよし、いい感じはい、プランクけん玉終わり。というわけで、ドゥン、あっ、クックディン、グオン、はい、アップルウォッチウルトラが届いたんで早速使ってるんですが、なんか別に今まで使ってたアップルウォッチと、ま、大差ないいや、もちろん全てが素晴らしくなってはいるんですけど、あの、なんて言うんですか、初めてウォッチを使い始めた時のこう0から1の感動と比べると1が 1.2 になったぐらいの感動でしかないからそのまあ、はい、そうですねっていう感じではあるんですけど、いや、ただまあもちろんその別に1が100になることを期待して買ったわけじゃないので、期待通りっちゃ期待通りなんですけどね。電池もなんか全然減らないし、うん、なんかいいですね。あとはまあいちいち動きがキビキビしている、それもいいですね。動きがキビキビしているのはね、めちゃくちゃ大事ですよいや
特にマップがキビキビ動くかどうか。ただ何ですかね、わしが本当に期待しているこのウォッチのマップ機能のなんていうか挙動は、あのざっくりとした地図情報ぐらいはこう強力にキャッシュしてほしいなと思ってていちいち読み込みを挟まないでほしいなっていうのは思いますけどね。まあちょっとそれは贅沢か、でもいくらなんでも、うん、まあいいでしょう。はい、あとないかな。これなんだっけ、セルラーモデルなんで au のウォッチナンバーを契約してあれしようと思ったんですけど、あの何かっていうと契約をしようとしたんですよ。契約をしようとしたらなんかなんだっけな、あれですよ、ウォッチの中からなんか契約画面みたいなの出せるんですよ。でこれかモバイル通信か、モバイル通信の設定をしようと思ったらなんか昨日夜にその設定、あ、そっか、ウォッチからじゃなくて iPhone のウォッチアプリから契約するのかな。でなんか契約するって言ってメニュー開いたらなんか au の画面がドゥンって出てきて、なんつってたっけなそんなのってあるみたいな。これだ、ちょっとここに出しとくか。日頃は当サービスをご利用いただき誠にありがとうございます。手続きの時間は9時から21時です。時間外のお申し込みにつきましてはご利用開始が翌受付開始時間以降となる場合がございます。ん？場合がございますっていうかこの画面から全く進めないからこれ以上どうしようもなかったわけだがはい、とか言われて、結局昨日の11時半とかですか、11時半とかにやったら昼間の9時9時の間に申し込んでくれとかって言われて結局できませんでしたから、ちょっと後でやんなきゃいけないんですけど、はぁ、ちょっと今日結構慌ただしくて、まあ、昨日もバタバタしてましたけどちょっと今日もバタバタしてて、今日は何があるかっていうと裁判じゃあこれから裁判所に行かなきゃいけないですね。東京簡易裁判所、あの日比谷公園の裏にあるとこですかねに行って弁論期日出廷っていうのをしなきゃいけないですね。で何の裁判かっていうと、なんかマンション管理組合のなんか滞納してる人の債権の何をするんだ、債権を確定するのかなみたいなやつで、管理会社の法務部の人が、まあ、弁護士なんですけど、なんか無料で無料なんですよね。無料で付き添ってくれるので、それでまあお任せすればいいと。わしは管理組合の理事長員を押しに行くだけの人っていう感じで行くわけですけど、それに行かなきゃいけない予定があって、あとそうだな20分後には家を出ないといけないんですよね。はあ、なんかちょっと連日慌ただしいですね。全然ツムツムをやる時間がない。そろそろやめるか、ツムツムを。なんかね、ツムツムのために時間を捻出しようとするのがね、意味がわからない気がしてきた本当にツムツムをやりたければにゃんこ大戦争をやめなきゃいけない気がするし、にゃんこ大戦争でもここまで来たらねちゃんと極めたいので、はあという感じですね。あとなんだかな、アップルウォッチウルトラね、なんだろう、あと今まで使ってたウォッチが、シリーズ3と4、2台体制で交互に使ってたんですけど、今後は
一台体制にしようかなと思って、電池が切れそうになったら電池を継ぎ足すみたいな感じで、まあ、2台あってその切れたらフルになってるやつと交換するっていう運用もかなり良かったんですけど、まあ卒業しようかな。つきましては、なんか今まで使ってたシリーズ3とシリーズ4については、なんか本当はこれを買うときに下取りに出しちゃおうかと思ったんですけど、もともといただき物だったんで、まあいただき物を下取りに出すのもね、ちょっとやっぱり気が引けるので、なんかせっかくなら、あの今までアップルウォッチを全く使ったことがなくて、なんか使ってみたいっていう人にわしが使い始めた時の感動を味わってもらいたいので、なんか買うほどじゃないんだけどウォッチ体験をしてみたいみたいな人に、あの差し上げようかなと思って、もらったものなんで差し上げたい気がするので、なんか欲しいよっていう人は、あの様々な手段でわしにご連絡いただければ、あのそうですね、まあ、住所をいただければ発送しますし、なんだろう、住所を教えるのが嫌な場合はなんかここまで持ってきてくれって言われれば、あのバイクで持っていくので、あ、都内で都内に限らなくてもいいけど、東京、神奈川、千葉、埼玉まで、ちょっと待ってそしたら銚子まで来てくれとか、あの館山まで来てくれとか言われても困るな。うん、そうだな、まあスクーターで片道2時間ぐらいで行ける範囲内だったら日曜日とかにお渡しに行くので、なんかもしこれを見ている人でウォッチ触ってみたいっていうか、しばらくつけてみたいっていう人がいれば、はい、連絡ください。しばらくなんか家で寝かせとくので、はあ、わしがもらった時もそうしたんですけど、あのウォッチ、あのバンドの部分が結構使ってると汚れるので、あのなんだろうな、使い始めるに際してはバンドだけは自分で買った方がいい気がする。わしもそうしました、うん、なんか2000円とか3000円で買えるのでね、あのサードパーティー製が、わかんない、あれってアマゾンとかで 2,3 千円で買えるウォッチのバンドってちゃんとライセンス品なんですかねちょっと怪しいですけどね、うん、まあいっか、まあ気になる人は純正品とかライセンス品をアップルストアなりで買ってもらってもいいかもしれませんけど、ね、はあ、どうしますかね。多分差し上げるなら、まあ、2本あるんですけど、2本まとめて差し上げて、こう2本をこう交互に運用するみたいなやつを試してほしいですね。だから2人に1本ずつあげるんじゃなくて2本まとめてあげますんで、2本体制試したい人ぜひご連絡ください。さてと、あとね、あと気になるところが LINE ですね。ウォッチの LINE につなごうとしているんですけど、ウォッチ版の LINE を開くとなんか QR コードログインっていう画面が出てきて、でウォッチに LINE の QR コードが表示されるので、 iPhone のカメラでそのなんだ、 iPhone の LINE アプリを開いて LINE の QR コード読み取り画面にしてウォッチの画面を読み取るとログインできるんですよ、便利なことに。そこまではいいんですけど、その後すぐにウォッチの画面がエラー、ウォッチ版を利用するには iPhone で LINE を開いてくださいって言われるそしてログアウトボタンが表示されるっていう問題があって、これ何度やってもこっから抜けらんなくて今困ってるんですよね。で iPhone 側の LINE アプリを最新にしたりとか、あと WatchOS のアップデートが来てたんで WatchOS のアップデートをして最新にしたりとか、これな、今また QR コードが表示されてるから、まあ、読んでみるけど、よいしょ、で iPhone の方にログインしますか、不明な住所で WatchOS 版 LINE からログインの試みがありました、心当たりがない場合はこの画面を閉じてください、 LINE を利用する場合はログインをタップしてくださいって出てきて、
これログインをタップするとウォッチの方が画面が変わって、で iPhone の LINE になんか通知が来て、 Apple Watch で WatchOS 版 LINE にログインしましたって言って IP アドレスとか出てくると。でこのログインに心当たりがない場合は以下からログアウトしパスワードを変更してくださいみたいな。だからこれを見る限りここまではログインの方法としては合ってると思うんですけど、その後すぐウォッチの画面にウォッチ版を利用するには iPhone で LINE を開いてくださいって出てくる。これね、これを解消しないことにはこう移動中とかに LINE が使えないわけですよね。辛い。これあれかな、セルラーの設定をすれば直ったりすんのかな。ウォッチナンバーの契約が済めば。はあ。もう明日の夜7時ぐらいですかね、家出るの。明日の夜7時には家を出て横須賀まで行って、横須賀港から九州に向かうわけですけど、それまでにはフィックスしたい問題なんですけど、あと30時間ぐらいしかないよ。30時間の間にこの問題を解決しなければならないと。はあ、その間仕事もあるし裁判もあるし。はあ、まあこんなことならもっと早くアップルウォッチウルトラを買っておけばよかったんですよね。こういうことがあるから。はあ、これどこにサポートをお願いすればいいんですかね。アップルにお願いすればいいのか LINE にお願いすればいいのか分かりませんけど、おそらく LINE ですよね、これね。アップルに相談しても、LINE に言ってくださいって言われるもんね。かといって LINE に相談してアップルに言ってくださいとは言われない気がするんですよね。なんだろうな、一応なんかキーワードでいくつかググってみたりはするんですけど、なんかアプリを最新にしろとか、まあありそうなアドバイスばっかりしか出てこないので、そんなにみんな知ってハマってるわけでもなさそう。なんか品質問題というわけではなさそうなんですよね。だとするとわしだけがハマっている。今まで使ってたそのシリーズ3とかシリーズ4のアップルウォッチでは LINE アプリ一応使えてたんですよ。ちょくちょくログインしろとは言われるものの、はあ、困ったね。あ、そうそう、さっき気になったのはタイマーをかけたじゃないですか、ウォッチで。タイマーをかけた時に15分のタイマーを設定しました的な Siri のメッセージがなくなった。タイマー10秒、10秒のタイマーを作成しました、カウントダウンを開始します。いるじゃん。あれ、さっき言ってました、15分の時言ってました。タイマー20秒、20秒のタイマーを作成しました、カウントダウンを開始します。なんか別に問題なさそうですね。いやー、しかし早いですね。 0.2 秒ぐらいで応答してくる。今まで8秒とか10秒とか待たされてたのが嘘みたいですね。これは便利、当たり前ですけどね、こんぐらいね、普通に考えたらね。タイマー30秒、30秒のタイマーを作成し、早い。これのためだけに買ったと言っても過言ではないですからね、アップルウォッチウルトラね。はあ、ちなみにこのアップルウォッチウルトラはあれで買いましたよ、ペイディ、12回払い無料。無料。なので月々1万円ぐらい払うことになるわけですけど、月々1万円ってことは1日333円とかそんなもんでしょ。
大したことないくもないか。結構1日333円は大したことありますよね、結構ね。はあ、なんだかんだ言ってあれですね、そうですよね、やばいですよねやばいけど、まあしょうがないんだよな、こればっかりは雑ライフです。はいなんか今度こそ、いやこれ本当ね、何度言うんだっていう話なんですけど、今度こそしばらく大きい買い物はないんじゃないかな。しないとは言わないですよ、しないとは言わないんですけど、ないんじゃないかな。もうだってネタで買ってるわけじゃないんですけど、もうなんて言うんですか、バックログがないっていうか、もはやわしが買わなきゃいけないものって全て買ってしまったなっていう感じがしますね。よっぽど新製品が何かドーンって出てこない限り。はあ、だからすでにあるもの、だからノートパソコンとか、まあ、例えば Kindle とか Apple Watch とか、これらのそのマイナーチェンジの新型が出たとって買わないわけですよ。あとカメラとか、あと多分レンズもそんなに今欲がないのでレンズも買わないし、バイクもなんかタイヤを交換したらめちゃくちゃ良くなったから、しばらくこのいい状態、タイヤとバッテリーが新しい状態で元気に2年ぐらい走れんじゃないですかね。2年ぐらい走れるだろうから、本当にもう何も憂いがない、買うもんがない気がする。はい、買い物は多分しばらくないと思う、今年。うん、はあ、あとはだからあるとすれば旅とかですよね。旅はでも明日から行く九州四国と5月に行く松本ぐらいしか、あとはあれですか、11月に島根にまた行くと思いますけど、それぐらい。なんか今年こそは貯金できそうなんでわし今笑ったのなんで笑うんだよ笑い事じゃないぞなん面白くない、別に面白いこと言わなかったよね、わし今ちょっとなんか本当に勘弁してほしいんだよな。はあ、なんとかやっていきたいところですね。じゃあちょっと本当に裁判に行かなきゃいけないので、これぐらいでバイバイピッ。